ここにずらりと並んでいる通り、もう数々の受賞をされているということで、はい、ドック賞ですよね、はい、海外のドック賞とかでご活躍ということですよね。そうですね、うん、世の中でミックス犬みたいなものがだいぶ流行ってるんですけれども、うんうん、基本的にはその純血犬種、うん、今世界でだいたい350ぐらいいると言われていて、より可愛いかとか綺麗かということではなくって、よりその犬種のあるべき姿に近く、うんうんうん、健康で健全で、うん、そして未来に遺伝子を残していくような犬たちというのを選んでいく場ということで、うん、まあ、世界中のドッグショーですね、うん、このコロナがない時には行っておりますね。まずうちの場合は山にドッグランが、まあ、一山ドッグランを作っていて、はい、まあ、そこで遊ばせるのと、はい、この環境で、はいはい、その菌と共存せずに生き物を育てるって正直不可能なんですね。菌がいること自体も悪いと思ってないし、生き物である限り当たり前っていう、そこをあんまりきれいにしすぎてしまえば皮膚の抵抗力とかお腹の抵抗力とかなくなっていくので、あるがまんまで育ててます。はい、やっぱりね、こう暮らしてストレスがないと病気にならないですよ。はいはい、もう最近もう自分のテーマはもう未病っていう、これに尽きるので。エリオット、エリオット、呼んだら来る。グッボーイ、What a good boy! 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 クロノーブをあげる、うんうん、それから、まあ、乳酸菌生成エキスをあげる、うんうん、でそれからご飯を、うんうん、そのグルテンを一切含まない食べ物しかあげない、うんうん、なるべくお肉、うんまあ、あとフリーズドライのドッグフード、うんうん、だけにしたら、うんうん、全く下痢しないです。まるっきりしないです。こんな風で基本的にはもう一日中外で遊んで育ちます。はいはいはい、これがのお日様を十分に浴びて、もう自由運動をして土を踏んで育てるっていうことの、うん、もう基礎ですね、うん、この子たちで生後60日を過ぎたところで、はいはい、一般のペットショップだともう店頭に並ぶ頃なんですけど、はい、うちはここからさらに1ヶ月、うんうん、兄弟たちとこういうふうに過ごして、はいはい、お日様浴びて食育して育ててから一般の家庭に渡すっていうふうにしてます。もう、はい、何が入ってるか分かるもの以外口に入れないっていうふうにすると、うんうん、どうやったら手作りご飯できますかとか、どう何を食べさせたらいいんですかっていう人多いんですけど、うんうん、何かが分かるものだけあげてれば間違いない。あ、なるほどね。でそうすると、はい、ああいうふうに誰がいてもあってお腹を出せるような精神状態ができてくるし、お腹をいっぱいにしていい状態で育ててあげるっていうのは心も必ず密接につながってますね。この時期にこういう栄養をとってこうやって休息して運動して育つ子っていうのは、はい、もう一生の免疫が身につきます。うん、犬っていうのは、うん、基本的には人間社会で生きていかなければいけない、うん、人間のいない中で生きていくことは今の世の中の中ではできない、うん、人間社会の中で犬もストレスなく、うんうん、その犬と暮らす人間もストレスなく、うんうん、暮らせる心の器を作ってあげるみたいな、うん、うちの場合は社会化というのは生まれた日から始まってると思っていて、うん、なので子犬たちのウェルビングボックスっていうんですけど、まあ、はいはい、桟箱ですね、基本的にリビングダイニングに置いてるんです。うん、それは生活音、例えばキッチンで水が流れる音、うん、そのフライパンだとか鍋がカンカン言うような音、うん、電話の音、テレビの音、うん、掃除機の音、はいはい、っていうのを生まれた日から聞いてれば、うんうん、特別なものじゃないじゃないですか。はい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 、もうだってずっと聞いてるわけだから、うん、はいはい、それを作ってあげるっていうのが、うん、犬たちのが幸せに生きていくために備えてあげられることなのかなとは思ってます。はいはい、その方がやっぱりなんていうかな、この社会を生きやすい犬になる、うんうんうん、トリミングっていうのは決して美容だけではなくって、うん、犬の体に触れて整える行為、うん、だとすると飼い主さんが若いうちからそれやってると、うん、将来老犬介護ができるようになる。あ、なるほど、はい、マッサージとか整体とか、はいはいはい、まあ、そのご飯を食べさせるとか、うんうんうん、そういうそのトリミングテーブルの上、うん、台の上で作業するっていうことに、こういう飼い主さんと犬の呼吸が合ってれば、いずれね、その介護しなきゃいけない時にいざ始めようじゃなくて、うん、今までやってきたことの延長線上でできるようになる、なるほど、っていうことから、うん、その飼い主さんが自分の犬のお手入れをするっていうことの、サポートはしてますね。うん、
オーナーの手に行かずにずっと育てていく思うみたいな。もちろんもちろんいます。あのブリーダーなんでどうしても残して、はいはい、まあ、独唱に出してあとその後ブリーディングしていかないといけないんですけど、ただやっぱりブリーダーっていうのはなるべくその数を持ちすぎず質のいい手入れをしていかなきゃいけないってなって、うちは生後2歳かまでは繁殖しないで、うん、生後5歳で卒業させます。5歳で卒業、全員一般家庭行きます。そうすると15歳まで生きたとしても10年間家庭犬でいられるので、うん、そういう制度を作って、うん、あのみんな一般家庭行きます。なるほどね、はい、あの数と質の管理っていうのがもうブリーダーの課題で、うん、そこを見誤った先にあるのが、うん、多頭飼育の崩壊ですよね。あ、なるほど。当然数が増えればご飯の質が下がったり、うん、飼育の質が下がる、うん、清掃の質が下がる、はいはい、そういうことがないようにできる数だけを持つっていうのはすごく重要ですね、うん、まあ、一番は、うん、四つ足で最後まで歩けるっていうこと、うん、自分の目で見えて、はいはいはい、耳が聞こえて、うん、その犬種が例えば猟犬であれば狩猟をするに足る筋肉を備えていたりだとか、うん、まあ、体つきですね、骨格構成を備えていたりとか、はいはいはい、そういうその生き物として当たり前にあの健康であるというのがまず大前提だというふうに思いますね。顔つきを見てもらって分かると思うんですけども、生き生きとしてはつらつとして、はい、具合の悪そうっていう素振りが全くないっていうのが、ね、うん、すごい大事なことです。目の輝きとか目やにがないとか、皮膚病とかね、皮膚が赤くなったり涙やけ、はいはい、そういったことが何もない、はいはいはい、ダースティンの あれですもんね、涙やけとかもあのタンパク質とかの未消化のものが、そうそう、あの涙やけはね、腸が良くなると治りますよみんな、はい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 、だからそういった様子がちょっともないっていう、ね、そうなんです、ことですよね。この子も大きいですね。そうですね、まあ、この子がきっと来年以降コロナが明けたら世界中に出ていく子ですね。本日は貴重なお話を伺いましてありがとうございました。ありがとうございました。はい。